ゴールド向いてないし、一生懸命やらなくていい？頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。不気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だって誰しない生き物だけど、変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。ああ、得たれたちよ、ここらで一丁走ってみないか。さあ、一度くらい、何がなんだか
なんとこの度勝手にが外れて四国観光大使に任命されました。これからもう名乗っていいってことですもんね。確かに。え、これでさ、名前どうなる。確かに気になりますよね。なんかさ、四国観光大使ですっていうのもさ、うん、勝手にがあったじゃん、ずっと。語呂が若干悪くない、うん、え、じゃあ、なんかさ、つけていいよ。え、作ってよ。公認とかじゃダメなの。なんか本当にとかダメなの。本当に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 メタメタになるかな。いや、ベストが出てて恥ずかしくないかなっていう。確かに確かに。でもこの際なんか、ないかね、くちゃん。え、リーダーじゃん。そうだね。うん。本当に、本当に、本当に今語呂いいよね、でも。確かに。まあ、4年だったけど。あ、いい踏んでる感じが。わかりました。はい。国公認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 。皆さんこんばんは。クリコワニン四国観光大使です。ボツで、ボツやな、ボツボツやな、行政で、ちょっとあの役所感が出ちゃったね。そうだね、そうだ、売れない役所感が出ちゃった。売れない売れるはないですけども、なんか何追加が、そうですね、いつか発表したいですね。はい、はい、でも起きちゃうと、ももちゃんもさ、はい、やめた後でも名乗れるんじゃない。え、そうなんですか。私 SNS 書いていいんですかね。四国私もいいんですかね。書きますけど。え、書きなよ。本当に契約書に書いておいてください。じゃあ名乗ってもいいって。ちゃんと四国帰ってきてくれるなら。もちろんもちろん、はい、全然あるよ。もう月1でも帰ります。じゃあバレないなとか。乗ります乗ります。四国も乗ります。じゃあ OK。じゃあ OK。ね、はい、もちろんもう高知の星になりましたね。はい、高知のスターにこれで。はい。嬉しいです。本当に。坂本龍馬の次だ。嬉しいね。卒業した後も四国公園来ていいからね。はい、いっぱい見に行きたいです。出ていいよ。出ていいよ。じゃあ出張、出張できます。出張。はい、そんな感じでね、いろいろ四国頑張ってきてよかったなって感じなんだけど、はい、まあ、ツアーとかいろいろあったけど、じゃあももちゃん的に思い出深いのは何ですか？そうですね、やっぱりあの四国ディスティネーションツアーが、私の中で初めて四国を回れたツアーだったの で、 でそれです。あの高知でも初めてできたツアーなので、本当に今でもですし、あの DMM 配信のリバイバル配信にも選びました。えー、そうだよ。選んでるのでぜひ見てみてください。いきます。はい、じゃあ同じガイドのりくちゃんどうですか。はい、そうですね、思い出に残ってる。でももうガイドでの思い出がたくさんあるんですけど、みんなもっといると思ってたので確かに、一人じゃん。そうなんですよ、確かにすごいね。なっちゃうんです。呼ぶ戻す、リンコちゃんとかリコリンとかヤヤちゃんとかアンピーも寂しいです。寂しいよね。アンピーとかめっちゃ喜んでくれそうだよね。なんか四国観光大使なって言ってたらみんな帰ってくるんじゃない。確かに、プロフィールも欲しいもん。よかったね、でも慣れてね、はい、みんなに教えてあげてください。はい、教えます。はい、じゃあ、はい、他何かありますか、思い出。あ、あるみんな。え、全部全部全部まとめたらね。まとめたらね。一緒に四国行ったことないよ、あずみと。ええ、はい、あ、そうなの。あずみなんかしたいことないの。言っとった方がいい。そうそう、確かにできる。今日言ったら多分まとめられるから。え、じゃあ、四国を回りたいです。おお、準備してきております。はい、はい、はい、いやー、ちょっと緊張するね。え、大丈夫マイケル準備。え、大丈夫ですよ。はい、いけますか。いけますか。大丈夫です。それではね、次の曲に行きたいと思うんですけど、はい、じゃあ一回吐ける。はい、じゃあ、はい、行きます。じゃあ皆さん準備があるメンバー、はい、はい、準備しに行ってください。私たち、お気分を送る会ということで、2人で初めて初めてです。もう一緒に四国
国の。だよね、出たことないんですけど。出たことがない。今日は、はい、もうないであろう。初めての。舞台でやるのも、ね、初です。お気ままでやらせていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。それでは聞いてください。アボカドじゃねえし。
髪の男子の波心が締め付けるやばい思い出のすぐの真夏の時計海の家を照らす去年と同じ空孤独を手につけるよく似た恋人たち儚い恋と知らずに体を寄せるけど愛おしき誤算ギラギラギラに開けた
葵さんが悩んでたので後押ししたいと思います。
思う。この人たちのわさびが当たればいいと思う。確かに。あでもね、うん、見た目はね全くわからないんで。そうだね。全然甘くない。うん。わからないんで。ちょっと厚みが。そうでもやばいよね。これやばい。本気じゃん。でもなんか沖ちゃんとかね、はいはい、なんか当たりそう、はい、沖ちゃんって思ってね、期待してるでしょ、リアクション的なの。もう絶対リアクションしないですからね、私は。これとかこれとか、え、これさ、わさびが入ってるのを知ってるのは誰なんか緑だけ、誰だけこれ。え、でも自分で入れてて、葵ちゃんだけしか知らないの。え、でも本当にメンバーが選んで葵さんに食べてもらうのは、えだから、葵さんが食べるやつは葵さんの私たちが選んだら、私確かに。どうしよう、目隠し持ってきたらよかった。まあまあまあ、じゃあじゃんけんで買った順で、はいはい、怖っ、うわー、買ったじゃん、うん、買った順、あ、負けた順にする、いや買った順で、買った順だな、怖いやばいね、3個も入ってるなんて、結構大量に入れたよ、本当に良くないですねこういう時しかできんよね、こういうの、ね、確かにステージではできんよね、何を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 、さっき受け取りました。一応行ってきましたね、怖い、なんか四国の YouTube どっか行ったやん、どこ行った、なんかやけん、それのミニ企画的な感じで、なるほど、これせーのでみんなで食べる感じじゃなくて、あ、せーのにしよう、確かに、せーので横、でもせーので3人がもだれてるってことですよね。そういうことだ、確かに、怖い、え、マイク一回置いてくる、うん、時間的に、はい、大変だ、じゃあ皆さん手を拭いてください、はい、ちゃんとね、そう、こういうのちゃんとしないとコンプラコンプラ、そうそう、洗った中が高い、そうそう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、これ用だったんだ、あ、そういうことか、あ、かく用だ、なるほど、かく用だって、あ、それ用だって、え、かく用やばいやばい、おい、ガチじゃん、もう一回出す、怖い。だって葵ちゃん新品のわさびさ半分以上使い切ったよね。マジで？美味しいとかのレベルじゃないってよ。怖い。はい、本当に良くない。まあまあ。よし、行きましょう。はい。え、じゃんけん。勝った順で場所決めるんだ。はい。怖っ。最初はグー、じゃんけん、はい。え、何しようかな、怖い、怖い、
ちゃん、葵ちゃんいいやね。ゲームやけん、合心にせんやけん、もはや。じゃあいいよね、葵ちゃん。これとか美味しそうじゃない。これじゃ、これ、ありがとうございました。うん、ちょっとでも美味しかったね。あんちゃん自分で
通にみんなで寿司食べに行きたくなったね。確かに行きたい、ね、行こうかなと。あ、開けないかも。何時になるか分かんないけどね。これオールするかもしれないですけど、マネージャーさんだけ行こうかったから大丈夫。バーでしょうか。しよう、マジで。え、マジそれ、はい、え、やった、ガチのノリで。したいです。マジ、え、でも、え、そっか、全員年上メンバーだから。そうですね、地味なマネージャーさんが気がキレキレするかもしれない。じゃマネージャーさんのおごりで。マネージャーさんのおごりで。かわいそう。今日お給料出したい。かわいそう。あ、ま、マイクと、マイクと、マイク、マイクは、やばい、ちょっと鼻かけてきました。ダメージ持ってる、ダメージ持ってる、なんか鼻に来てる。ちょっと鼻かけてます。あ、マネージャーさんのおごり。さっき私たちが言ったから。でも確かにお腹に来るね。びっくりした。今来た。え、死ぬ。やばい。やばい、マジで。切ないのは、なぜだ。
がピンクの衣装着てレイクをしたりスポートライトに照らされながら華やかなステージに立ってみたいの。下手でいいから口パクじゃなく歌いたいんだ。バイチェワツワツリズム感は良くないけれどスカートひらひら踊りたい。ハウナのホールもちょうど超絶かわいい、超大超絶かわいい名前の字はもうそんなに難しく考えない。
日はショールーム配信をご覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれでは今から撮っていきたいと思います。それってその位置で OK？ YouTube これ撮ります。待ってうちのマネージャー事務所 NG だから一応ね、遅刻顔出し NG だからそうだね。じゃあちょっとガチで YouTube を撮っていくのでめっちゃ見えるやばいね。ももちゃんとおきちゃんがいる間にアップできるように頑張ります。すごいじゃん、ゆきりかのさ、スマホスタンドさ、公式より
すごいじゃん。大差ないの。それで、いけるかな。準備中。これぐらい。床が。もうちょっと、こうなりますか。あ、ナイス。あ、無理だ。え、無理。少々お時間をね、いただきます。ちょっと下げる、それが。確かに。ももちゃん、いつぶりこれするの。ゆきりか、こうやって下げる。下げる。ちょっと先生、そうだよね、可愛いですけど、体は覚えてるので。そうだね。でも今でも先ごライブでもね、こうやってしてくれる子みたいなのかね。私あの、オーディションの時に、うん、あの勝手に四国観光大使の前座で出たことがあるんですよ、うん、オーディションの時に。あ、わかった。前座あるよ。あ、わかった。前座を踊るみたいなやつがあって、うん、でその日、あの前座でやった後に、うん、その先輩方のライブを後ろで見てたんですけど、その時ニホリンさんが先生でやってました。めっちゃ覚えてましたから。本来はそうだ、ね、リンコ先生とミホリン先生の役割分担があったもんね。はい、そうそう、今日は代わりにモモ先生が。モモ先生。ミホ先生はもう大人指導だったからね。大人指導。結構ね、メンバーによってね、全然違ったよね。ちょっとコンプラだったもん。え、そうなんですか。今から夜のミホ先生の指導ですみたいな。本当に。やばい、田中美穂に怒られる。あ、じゃあちょっと指示参りますか。うん、あ、一歩、もも先生以外一歩後ろで。はい、はい。で、まひなとおきちゃんの間ちょっと開ける。開け、ももちゃんちょっとそこに入る。開け、まひちゃん映ってない。ももちゃんこっち。OK、あずみ一歩こっち。で、おきちゃんとマイケルそっち。OK! もう、そこからなるべく顔は動かないでください。これで全員映ってます。はい、はーい、ありがとう。これ回ってますか、もう。マジで。じゃあ、はい。今から夢をガラス瓶の中にのサビの皆さんが、ファンの皆さんが踊ってくださる振りをもも先生が教えていきたいと思います。ではサビ前のチャ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 ンって音で胸の前にペンライトを用意します。はい、はい。したら左手が、あ、間違えました。はい、右手が上で、私たちは反転で踊るんですけど、右手が上で、あの左手、左あれ、あれ右手、あ、そういうこと。はい、あの皆さんは右手が上で、あの車のワイパーのように動かして、チャ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 ン、夢を照らすに海に流せば叶うかな。あれ波かな。波が4回。はい、うん、これを1回まず8回して、はいはい、4回かな、44、うん、ワイパーを4回。あ、すいません、ちょっと取り直してもいいですか。はい、お願いします。取り直しで4回でした、すいません。はい、はい、それでは今から夢をかすみの中にのサビのファンの皆さんが踊ってくださる振りを、私たち四国観光大使が教えていきたいと思います。もも先生、それではサビ前のチャ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 ンで胸の前にペンライトを構えます。それで車のワイパーのように右手が上で、こういう風にこれをチャ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 ン、夢をガラス瓶に入れて海にね、4回したら次は波を4回します。はい、波、チャ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 ン、夢をガラス瓶に入れて3、4、海に流せば叶うかな、3、4。では次はリズムに乗って胸の前でチャン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 ってしていきます。はい、叶うかな、いつかはちゃんと自分の元に帰るように。そしたらまた胸の前にペンライトを用意して繰り返します。波が少しずつ運んで、地球一周できるかも。で、その後は前に一周しながら、ギャルの伸ばし棒、ギャルの伸ばし棒でよく言ってたの、言ってたギャルの伸ばし棒、自分の伸ばし棒、自分に向けて一周してシュー、で
もう一回釣り自分戻して、2回あれをしていきます。はい、はい、はい。スカワちゃん、うん、どこでしたっけ？願いの強さとは巡り巡った距離で、この後もリズムに乗って遠いあの頃の純粋な気持ち、最後は前にもいっぱい目いっぱいフリフリしてください。はい、それではみんなでカウントでまず踊っていきたいと思います。はい、はい、チャ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 、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな、いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球に一周できるかも、願いの強さとは巡り遠いあの頃の純粋な気持ち。はい、それでは曲でみんなで踊っていきたいと思います。はい、はい、編集点。激しい嵐のいくつかの夜過ぎ
ればおばやかになる。ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうだ。自分のその無力さに心折れそう。夢を霞に入れて海に流せばかなうかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように。波が少しずつ運んで地球一周できるかも。願い強さとは巡り巡った距離。遠いあの頃の純粋な気持ち。何を何度寄せて返すのか。何を追って数え永遠の長さを知る。何かを手に入れるのにそんな方なわけない。そばとしてもしょうもがないよ。やるだけやったら今の自分にできること教えられた気がするよ。どんな結果が届こうと変わらないし浅いの中で。あの海流が夢を届けると信じながら夢を
面の前でいっぱい振り回してくれた方だと思います。はいはい、それでは、夢を叶う日の中に飛行機雲を聞いていただいたところで、今日はね、今日の公演は以上で終了となります。はい、そうですね、最後になるんですけども、じゃあ、おきちゃんどうでしたか？はい、すごいね、私は四国に兼任してもう4年ぐらいは経つんですけども、マイカーとは違ったやっぱりメンバーで、すごい雰囲気は全く違うんですけど、私にとってはどっちも大切なユニットでしたし、最後にこうして四国のみんなと、ショールーム企画ができてすごい楽しかったです。ちょっと四国観光大使になったということで、これからはもっともっと自信を持って四国をPR していってください。私はもうすごい応援してますので、たまに遊びに行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ももちゃんどうでしたか？はい、私は加入前から勝手に四国観光大使の皆さんをたくさん見てて、加入できたら絶対このユニットに入りたいって思っていたので、入ることができて、そしてもう今本当にこのユニットに入って入れたことが良かったなってこの4年間ですごく思ってて、もうこのなんか温かい雰囲気感がすごく居やすくて安心できて、すごい、ね、楽しいユニット活動ができましたし、大好きな四国の PR もみんなでできることができて楽しかったです。これからも四国を私もいっぱい行ったりして、いろんな人に四国を知ってもらいたいなと思いますし、みんなのことずっとずっと応援しながら、はい応援しながら、もう本当に私も呼んでください、ぜひ来ますので。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではね、ちょっと実は2人に渡したいものがあるので、えなので、お、あ、手伝ってください。泣いてる、マキちゃんが泣いてる。嬉しい。二人で足りる？足りる。ありがとう。なんだろう。本当に分かんなくて。なんだと思いますか？え、知ってるの？知らないです。サーモン来たら怖いんだよ。緑がちょっと入ったサーモンが怖いから。嘘。嬉しい。あ、なんかめっちゃ聞こえるかも。何でしょう、ワクワクドキドキワクワクドキドキめちゃなんかもう声聞こえるけど、おお、すごい、仕込めた。じゃあこんな感じで、こんな感じで、はい、おきちゃん、ももちゃん、勝手に四国観光大使に入って一緒に活動してくれてありがとうございました。ありがとうございました。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、すごい、みんなの写真も本当だ、かわいい、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。これ私たちの色だよね、多分。はい、ね、嬉しい、紫とピンクで、ありがとうございます。ありがとうございます。幸せだね、なんか本当に、ね、四国のみんなでこうして何かしたいなって卒業までに思ってたんですけど、うん、こんな素敵な企画を考えてくださって、うん、すごい今日めっちゃ楽しくて、本当に今日みんなといろいろ思い出が作れて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。マッシュがめっちゃ泣いてた。なんか最後って思ったら涙が止まらない。涙の情報こちらこそ嬉しい。このやっぱ四国のメンバーって本当に ST の中でも特にね、心が温かい人がなんか多いっていうか、もう感受性がすごい豊かだから一緒にいたくなるような空気感が本当に大好きで、私も支えになりました。四国の活動が、ありがとうございます。帰ってきてね。はい、帰ってきます。わかります。ありがとうございました。はい、じゃあそんな感じでね、みんなで写真を撮りたいんですけど、はい、どうする？今だけいいですか？
こっち向きで撮ったらいいですか。あなた、おきちゃんのカメラを撮らせます。はい、あ、おきちゃんのカメラをなくなせば、ここでしか撮れますよね。ここで撮れそう。うんうん、一回ちょっとおきちゃんのカメラだけ向き変えます。あそこでレンズけまあまあ、まあ、顔が分かんなければ大丈夫。顔が分かんなければいいですよ。もう大丈夫ですよ。はい、じゃあここね、どの辺でしょう。これこれ、あ、ありがとう。ここに置物が来て、はい、こんな感じで、
ありがとうございます。サイのタンさん、ありがとう。四国くん、四国観光大使最高かよ、最高かよ、ありがとう。2位の百之助さん、ありがとう。四国観光大使おめでとう、声めっちゃ楽しかった、ありがとう。またあのタワーのお礼もさせてください、ありがとう。一のとしさん、ありがとう。そのお楽しみ、もう先生と復習できました。お、今の宿会すぎて毎日返せる、今日も明日もずっとそばにいてほしいぐらい大大大好き、ありがとう。いいでしょ今日もありがとうございました。ありがとうございました。これ観光大使でした。今日の配信は多分これでおしまいなんですけど、明日、明日か明後日配信した時にみんな教えてください、感想。ありがとうございました。はい、みんなのおかげで楽しかったです、ありがとうございました。イエーイ、ガイドメロンだから、ガイドガイドです、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました。ではまたね、タワーのお礼またさせてね、ありがとうございました。